横浜市旭区にある里山ガーデン森ラボ会場では、森を舞台にした野外美術展が開催されています。これはアートや音楽を通じて森の保全活動を行っているグループ創造と森の声による取り組みです。会場にはアーティストたちによる森の中で制作されたさまざまな作品が展示されています。グループ創造と森の声は今年の4月から6月までボランティアスタッフを募集して森の整備を行ってきました。7月からは今回の美術展に向けてアーティストたちによる作品作りが行われ、9月18日から展示会が始まりました。ここ森づくりボランティア団体として保全活動をしています。コロナが始まった頃と同じ時期にナラ枯れが始まりまして、それをなんとか利用して作品作れないかなっていうふうに作家の方々とも話し合って、ある意味では生かしてくれた美術展になったなとは思っております。いろんなこう作品とこう出会えてアイディアをもらって来てよかったなと思いました。自然に溶け込んだり主張をしたりする作品がいろいろ見れて楽しかったです。アーティストたちが自然の中で感じたことを表現する森の美術展は10月23日まで開催されています。